人生柿色のエンジョイゲームタイム。はい、どうも、人生柿色です。俺たちと PS4 で40代プレイとですね、今回プレイするソフトはザイソードになります。よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。ゲームスタート。このゲームはですね、またあのセールで買ったゲームなんですけども、2人選べるのかな、これ。なんか対戦もできるみたいなんですけどもね。じゃバーバリアンで行って進めていきたいと思います。よいしょっと。チュートリアル、初心者、冒険者、英雄。ほう、チュートリアルですかね、今回はね。はい、なんだこれ。攻撃ボタン、ダミー人形。これ癖あるな、これ。ちょっと動きがすげえ、動きがエクセレント。これいいのか。え、攻撃ってどっちなの？ボタン、どれなの？え？あ、あるわ。あ、これか。あー、ボタンが近かったね。これが普通の攻撃なんだ。なるほどね。で、これ強攻撃なんだ。うん、わかりました。弓。ん？的に当てようか。あ、ここでね、上に押せば当てがけか。あー、防御は必要だ。防御ボタン何？あー、これか。よし、L1 で防御ですね。攻撃ボタンを長押しすれば。おお、すごい、かっこいい。ジャンプボタン、ジャンプボタン、爆発した。こうか。おお、なるほど。わかりました。まあとりあえず今回は、まあ一応冒険者行きましょうか。初心者でもいいんですけどね。うん、お、こんな感じなんだ。なんか懐かしの、そういう画面ですね。いいな、これ。よっしゃ、エンバウッド。よし、弓矢がないな。ここから上がってかな。痛い。いや、強いな、こいつ。とう。とう。ネズミの死骸見られるんだ。死骸攻撃するとさらに。なんだ。ああ、これで敵を全部倒すと開くと。そういうことですね。なるほど、わかりやすい。この音楽いいですね。てっててーっていうの。いやー、出てくんのか、怖えな。なんか青いのが強そうだな、これ。よし、弓1ってなんだろう、今。なんだ、痛い、しまった、忘れた。爆破するんだってあれ。2匹だのか今。よし、やった。体力回復してないの、これ。やべえな。これ増えてんの？あれか。コインなのか、あれ。弓矢かと思ったのに。違うんだな。お。
これ違うな。よいしょ、あれ違う、ん、これでいくな、これよし、回復よっしゃ。せっかくだからやっぱりここのボスっていうか5円まで行きたいな。この面は終わらせたいな。でね、なんか強そうなの言うんだけど、あれ、あそこ上に。倒した、よっしゃ、やったー。ちょっとだけ減ったけど、まあいいや。よし、さあどうだ。なんだここ暗い、ちょっと見える。これコインってなんか意味あんのかな。これちょっと光るな。倒した、おっしゃ。これ死んだの本当に大丈夫か。復活させ、1時間に復活させない、大丈夫。弱えんだなこいつ、思ったより。よし、こっちか、違うな。あ、いけたのか、ほんで終わりか。やった、意外に早かった。よし、あ、ここでいろいろあるんだ。ギャンブラー、警備員、品物見る、回復ポーションとかあるな。すげえいるじゃん、高い。これも高いな、全然足りないわ。カードゲームも試すわ。じゃあとりあえず8ゴールド。これヒットとそのままに終わったんだ。どっちだっけ、忘れちゃったな。スタンド勝ったか、よしやったー、イエーイ。もう警備員ってなんだろうな。なんか今は条件がないみたいですね。足りないみたいなんで、しょうがないな。いろいろ面白いな、これ。ずっとやれそう。はーい。ということで、今回はここまでになります。皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。財相度、いかがだったでしょうか。いやー、もうなんか、あれですね。古き良き、本当に、一画面アクション。いいですね。これまだまだ難しそうですけども、ちょっとこれは個人的に続きやりたいと思います。またね、プレイステーション4ソフトに関しましても様々なタイトルをベースなら盛り語ったり率直な感想を述べたりしますので、よろしければコメント等いただけますしです。コメントが苦手なグッドボタン、高評価を押していただけますと活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でしょう。さよなら、お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。